皆さんどうもーでーす、今週は日曜日なく土曜日に上げさせていただいてます。よろしくお願いします、そう、皆さんにちょっとシェアしたいことができまして、今回は語り動画になっておりますので、雑談動画になってます。よかったら見ていただいたら嬉しいです。ずっと悩んでることがございまして、何かと言いますと、変なこと言いますね人から好かれることになぜか恐怖心を覚えるっていう、そういう人で私昔からなんか嫌われることにはなんか、自分がマイナス思考だったのもあって、嫌われることに対してあんまり抵抗がないというか、ちっちゃい頃からあんまいいように言われてなかったっていうのが自分ですよ。周りがじゃなくて、私がなんかあんまいいように言ってもらえないなってずっと思ってて、そういう感情であったからだったと思うんですけど、なんかね、好きになってもらえるととか気に入ってもらえると、気に入られるのをなくなるのが怖い、なんか嫌なことされるよりも、なんか好かれない自分みたいな人間のことを好いてくれる人がこんないるわけないから、好きになってもらったら絶対その人になんか返さなあかんとか、好きになってもらったら絶対その人の思うようにしてあげたいとか、めっちゃ思う人間でして、で、そう、なんかそういうのずっと引きずってたんですね。で、ここ最近ずっと自分のことを考えることをずっと続けてまして、でそのこともずっと引っかかってまして、同じように感じる人がもしいたらなんかシェアできたらなと思って、ちょっとこの動画上げようと思いました。結論から言うと、好きって思ってくれる人を私が好きであれば、別に向こうが自分のことを好きじゃなくなってもいいんやっていう考えに至れました。なんか最近よく、私はめっちゃ好きな人がもうめちゃくちゃいっぱいいて、もうめっちゃ好き、愛してるみたいな感じをすごい伝えるとすごい返ってくるっていうことをよく経験しまして、好きっていうのが、でも形って変わると思うんですよね。その好きがもうめちゃくちゃずっと好きっていうのは、やっぱり人間だし、環境や心境やなんかいろんなもので変わったりするっていうのが本当に前提にあることだから、ずっとずっと同じ好きであるっていうことを望んでること自体がおこがましいというか、そういうことなんやっていうのがよくよく分かりまして、でもだから私から嫌いになる必要もないし、向こうから好かれることを望む必要もないんやなと改めて感じまして私は好き、例えばずっと好きでいてくれてる人のことものすごい好きやし、私が好きやっていう人もみんな好きなんで、ずっと好かれてると思ってください。熱量が変わってるなって思ったとしてもずっと好きです。それにはもう変わりがないってことだけはもう信じててください、知っててください。もう絶対嫌いにならないです。嫌いっていう感情がもし出たとしても、例えばですよ、嫌いやってされてる人から、自分は好きやないってすることはないっていうか、でも嫌いにもならないんですけど、嫌いになる意味もほぼない。好きの反対は無関心って言うじゃないですか。多分私無関心の方に行っちゃうかな嫌いってされてる人を好きやっていう風になること、難しいですよね。あんまないと思うんですよ。で、その人は好きになる必要もなくて、その人に好かれようとしてたんです。私今までずっと八方美人やってきましたもうずっとなんとか気に入ってもらう、なんで私こんなに嫌われてんやろと、なんか私したかなってずっと悩んでたんですよ今まで。でもだからってわざわざ最初から嫌われに行こうとか、そんなことするつもりもさらさらないですけど、でも嫌いやって言ってる人に好きやっていうのって、なんかそれはそれで失礼やなってすごいよくわかりまして、なんかね、向こうがさ、せっかくね喋ってくんなっていうオーラ出してるのに喋りかけんのってなんかね、
かわいそうじゃないですか。だって向こうはわざわざ出してくれてるわけですよ、しゃべりかけんなっていうね、そういうのをねわざわざ踏み入ってね、こうやってなんかしゃべろうやって、それはうざいというか、もうそれはもう失礼じゃないですかね。わざわざこういう態度に出してくれてるんですよ。もうそしたらもうそれは甘んじて受けましょうっていう感じになりまして、やっとようやく嫌いやってしてきてる人にわざわざね好かれに行こうってしてるのが、あー失礼なことしてたなってよくよく分かりました。うん、だからでも逆に私は好きやって言うやるんで、好きやってやられたらもうそのまま、あそうなって受け取っていただけたら、うん、それに私この世の全員の人が幸せになってもらわないと困るので、うん、私からわざわざ嫌いになる必要は全くないんやって前から思ってはいたんですけど、うん、よくよくそう思いました。だから今自分の周りにいなくても、前までずっと友達やった人、好きやった人、いろんな人います。私は未だにずっと好きですし、その気持ちが消えたりとか全然してないんで安心してください。今好きな人のテレビの中で好きなように生きてください。もう幸せになってください。もうこの世の全員が幸せになってもらえないと私困るんですよ。はい、もうそのためにこの YouTube で発信させていただいてるんですから、もうそれを思う存分もう活用させていただこうと思って、最近ほんまに嬉しいことすっごい多くって、元気もらえるって言ってもらえたり何かにしてもう本当に幸せでめっちゃくちゃ嬉しくて、私も皆さんに元気もらってるんですよ。もちろんそうなんですよ。皆さんの歌とか表現の方法とか感じてることとか喋っていただいてる内容とかですっごい愛を感じてて、それはもうほんまにすごい幸せなことで、吐くなやってほんまに良かったなって思うこともいっぱいありますし、 YouTube やってほんまに良かったなっていうことすっごいありまして、もう日常でもなんか、あ自分らしく生きててこんなに毎日楽しいんやってよう思います。なんか嫌いにね、嫌いやって思われてる人わざわざ嫌いになる必要がないって思ったらもうほんまに楽で、なんか別にでもだから好かれようともしなくてもいいっていうのをよくよく思いまして、第一私嫌われてないし言うほど多分私のことなんか見てないんですよ。私のことじゃない私に見える何か違うものに対して嫌悪感を感じたりすごい苦しくなったり嫌になったり寂しくなったりするから当ててきてるんやっていうのはもう知ってるんで、実は知ってるんで、はい、だから私のことなんかだって知らないですもん。私のことなんか多分誰も私のこと嫌いな人ですよ。好きな人はもう知ってくださいね、私のこと。私も好きなんで、もう知りたいんで、うん、でも私のちょっとでもこの感じで癒されてもらったりはよかったなって思ってもらえたらほんま生きてて幸せっす。ほんまに幸せっす。それだけで、もうそれが伝えたくて生きてたいなってよう思います。死なんかったのはその理由やろって、死ねるんだったらバッと死んでもってもよかったんですけどね。まあめちゃくちゃ死にたかったんでほんまにもう生きてんのほんまに苦しいし怖いし、なんなんてどうして生きててなあかんのみたいななんでこんなに何かしたん私みたいななんか悪いことしたっけってよう思いました。でも、しゃあない。もうこんなに風に感じて、それでもこんな風に前に向けるっていうのは私ぐらいしかおらん。そうか、わからんけど。いやでも、そんで発信しようとかなんかやったろう思う人はなかなかいないと思うんで、まあよかったら、あこんなやつおんねんな思ってもらえたら、ほんまに幸せです。ありがたいです。まあこんな。じゃあ何が言いたかった要は、あなたが好きな人好かれたい人にはとことんついてもらえるように自分なりでやっていきましょう。あなたが幸せそうな顔してたらみんな幸せです。それは間違いない、絶対そう。あなたのこと嫌いだとかって言ってる人は実はあなたのことは嫌いじゃない、あなたのことをこう返して違う何か見てる人です。自分に持ってないものを見てる人とか、自分に欲しいものを持ってるからってとか、あとなんか
ただ単に甘えたいのが裏返ったとか、好きやけれども裏返ったとか、うん、それか、まあ、だから好きの反対は無関心なんです。だからあなたのことほんまにどうでもいい人は、あなたに近寄ってこないし、会わないですね。人生なんてそんなに数人間に会えるわけないんですから。絶対そうなんですから。あなたに会うっていうことはなんか教えてくれてるとか、なんか、うん、反面教師にしなあかんこととかもあるかもしれないけど、まあ、大概は絶対あなたのことが好きなんです。どっかしら。ただそれがうまくならないというか、逆の方向に行ったりすることもあるってことです、まあ、でもそれでも嫌ですよ。それでも嫌、いや、それで嫌なの。そんなこと嫌ですよ。嫌なことされていい人いない。好きになることもない。あなたが幸せならそれがいい。だから幸せになる方向じゃないことはもう捨てなさい。いいから、なんかあ、幸せになりそうやなって思ったら、どんどん、あ、もう来いや。うん、私も最近そうです。もうなんか来たらいいんですよ。もう私は私の幸せを全うするんで私は好きな人を好きって言い続けるんで、うん、で向こうから帰ってくるものはもう最大級にハグして大好きやって言って、それでいいんですよ。もう絶対そうですよ。人生その方が楽しいですよ。絶対そういう風に伝えたかったっていうだけのお話でございます。うん、だから離れていったからって嫌いになることもないですよ。うん、離れてたって好きだって、好きの形は好きっていう形だけじゃないって、うん、友達とか恋愛とか親子とか、うん、いろんな形があるの。好きにはその形にはめなくてもいい。もう形なんかいらん、いらん、うん、もう思う存分幸せになりましょうね。それが伝えたかっただけの動画でございます、まあ、面白かったというか、心に残っていただければ、あなたの幸せの人生の一つに私が入っていただければ、もうそれはありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。あなたの幸せをすげー望んでます。どうか幸せになってください。世界の皆様どうか。ということで、こんな長々と、あ、すいません、長々となりました。よかったらまた、次の動画、ちょっとリクエストもらったんでちょっと頑張って歌っていこうかなと思ってます。よろしくお願いいたします。それではまた、あ、じゃあよろしくお願いします。まさこでした。じゃあねー。